はい、パナソニックさんのブースに来ました。おはようございます。おはようございます、今回、九州補助機券、はい、初上陸ですよね、多分九州だと。そうですね、あの九州の方に持ってくるのは多分初めてになるかなと思います。あの新しい新製品 の、 あの UX シリーズですね。あの新しい 4K カムコハンドヘルドカムコーダーの、まあ、新シリーズという形になります。こちらにあります、あの DBX200 の大体弟分ぐらいの、はい、弟分ですか。弟分ですね。はい、どちらかというと X 線とかの兄貴分に当たるような、そういうシリーズになるかなと思います。はい、これ NAB の方で、ね、発表をされて、いろんなところでソーシャル的にもなんかこう、特にパナーユーザーの方がすごく、はい、あの注目しているカメラなんですけども、はい、従来のやっぱりハンドヘルドをお持ちのユーザーさんがやっぱり今 HD から次どうしようかなと思われているときにこう選んでいただけるような、そういうカメラにしようかなと思ってます。はい、これセンサーはあれですよね、そんなに大きくないです。そうですね、従来の DBX200 は、まあ、フォーサーズだったんですけれども、今回はちょっと1インチ、まあエフェクティブっていうか、まあ実行1インチっていう話になりますけど、はい、まあ、だとそれぐらいとちょうどあれですよね、 ENG っていうのは取材的、まあ、こういう例えばこういう、はいはいはい、今日はちょっとね、あのカメラ違うんですけど、はい、まあ、こういう取材的の時には1インチぐらいの方がちょうどいい感じですもんね。はいはい、そうですね、やっぱりフォーカスの合わせやすさとかっていうのはやっぱりそんなに、まあ、ボケ感とかね必要ないよというお客様はやっぱりこういうサイズが、まあ、ちょうどいいし、逆に言えばまあ3分の1とかになるとやっぱり暗すぎてダメだよねってお客さんにはやっぱりこの1インチがちょうどいいんじゃないかなと思ってます。明るさ的にも、まあ、そういう辺のバランスが取れたセンサーかなと、そういうふうに感じてます。はい、これメディア的にはどういう感じなんでしょう。メディアはDBX200 と全く一緒のその流れで来てまして、SD カードを使います。はい、やっぱこれ SD カードを使えるのはすごくいいですよね。そうですね、おかげさまで、まあ、SD カードが、まあ、ほぼこういう市販カードのディファクトになってますので、まあ、どこ行っても手に入りますし、4K も一応U3 カードから対応してますので、まあ、これも大体まあ今一般的にもほぼ手に入るようになってきたかなと思いますので、やっぱり汎用メディア使っているメリットっていうのは大きいと思います。これサクッと見ると大きさ的には DBX200 よりちょっとちっちゃいんですか。そうですね、重さ的にはだいたい 500g ぐらい軽くしているような感じです。500も軽いんですか、これ。はい、向こうがやっぱり 2.6 キロ台なんですよ。だからちょっとハンドヘルドかよって言われるんですけどこっちは本当に正真正銘のハンドヘルドという形です、ね。はい、なんとなくこうグッとこう前後はちっちゃくなったような雰囲気っていいんですかね。はい、全体のちょっとまあいろんな軽量化を図ってるんですが、やっぱりレンズを新設計して、まあ、ズーム倍率はね、1インチっていうこともあってズーム倍率をちょっと稼ぐ方向にしてですね、とは言いつつ20倍までしてるんですけど、ただやっぱりコンパクトに設計して、総重量をやっぱり減らす。やっぱりこのハンドヘルドカメラの重量の3分の1ぐらいがこのレンズの重さなんで、ここをいかに減らせるかがやっぱりカムコーダー全体の重さをこう減らしていけるかになってくる、そういう感じですよね。なるほど。エンジンは、まあ、ほぼ200と一緒なので、回路系は大体同じなんですよね。じゃあ、出てくる絵はトーン的には似たような感じと。そうです。こちらの、まあ、特に AG-UX180 という、まあ、UX プレミアムモデルと呼ばれている方はほぼ200と同じような画質になります。で向こう側の90はどちらかというと、HD がベースで、まあ、おまけで 4K ついているというようなカメラになりますので、まあ、4K30p までなんですけど、ね、ちょっとまあ絵の作りが少し、まあまあ、もちろんパナソニックのカメラなんで絵作りとかトーンとかはみんな合わせて作ってますけれども、ほぼ画質的にはこの200とこの180っていうのはニアリーイコールと思っていただく、画角だけの違いだと思っていただけます。はい、ちょっとね無理で持たせていただきました。皆さん分かりますかね、大体こんな感じの、持った感ですね、大きさ感構えると多分こういう形、こういう形ですね、こういう形になります。大体こんな感じの大きさ分かりますかね、そんなに大きくないで、ちょうど持ちやすいかな、重さ的にも、そんなに、うん、いい感じの重さですね。多分これ、まあ、こういう形で皆さん若い子は多分僕に 見えないけど、まあ、これの形で多分ね撮るのかなと思うといい感じですね。まあ、DBX200 僕ユーザーなんですけども、確実に一回りはちっちゃい感じ、そんな感じがします。
はい、では次はね、バリカムミニというかバリカム LT ですけれども、はいはい、ちょっとこの辺の紹介いただきましょうか。そうですね、まあ、私どもはバリカム35を出してたんですけども、まあ、これと同じセンサーを使ってなおかつ小型軽量化したモデルがこちらになります。マウントもですね、まあ、より手に入りやすいような、まあ、キャノン系の EF レンズをちょっと採用させていただいたというそういうモデルになってますので、軽量化するにあたってちょっとバリカム35から少し機能を少し削減はしています。例えば、デュアルレコーディングですね、コーデックでこう2つ同時に記録するとかそういうものはちょっと減らしているんですけども、まあ、大きさ的にもうほぼ3分の2ぐらいまで縮んでますし、そうですね、まあ、やっぱり機動性、まあ、最近主体になっているジンバルとかですね、まあ、ちょっとドローンにはちょっと重いかもしれませんけども、ジンバルでの撮影の時でもやっぱり邪魔にならないようなそういうサイズ感を狙って作ってます。ただとはいうもののやっぱり、こういう映画業界向けですので、もうやっぱりこの筐体の頑丈さっていうのはやっぱり35からはやっぱり引き継いで作ってはいます、はい。まあ、この EF マウントで言っちゃっていいのかな、いいです、はい、EF マウントねやっぱ使ったってことはやっぱりこう、はい、なんでしょう、バジェットがこうガンって安くなるってことですよ ね、うん、すね、なので、はい、まあ、その例えばインディペンデント系の映画の方とかにもちゃんと、はいはい、ね、はい、やっぱりレンズの資産がやっぱりEF はですね、うん、広いんで、持っておられるお客さんも多いということもありますし、まあ、もちろんPL レンズもマウント交換できるようになってますので使ってはいただけるんですけども、やはりEF 系を採用することによってお客さんの層がずぐっと広がるというかそういうことをやっぱり狙っています。多分その話たちが NAB ので宮城さんの方からなんか説明を受けて、それはまた別に多分動画あると思うんですけども、はい、見てなるほどなと思ってね、はい、このカメラももういっぱい出てくるとなんか多分面白くなんだろうなっていう。そうですね、バリカムはちょっと敷居が高かったけど、やっぱりバリカムの絵って見てみたい、撮ってみたいっていうお客さんもたくさんおられたんで、この LT でしたらやっぱりもう少し手軽に使っていただけますから、実際今アメリカの方でも結構引きが良くなってきてます。ようやく、まあ、バリカムの絵が認知され始めて、なおかつこの LT によってですね、やっぱり借りやすくなったというのも大きくて、なおかつこれやっぱり EF レンズですよね、やっぱりそういう部分活用の範囲が広がったということで使っていただける機会が増えたかなと今思っています。本当あれですね、パナソニックさんデーブ X200 からすごい元気になってきて、なんかようやくなんか業界的にも活気できたなって気がするんですけど。そうですね、私ども、まあ、これからもですね、実は、次世代のそういうカメラも、ね、今仕込みをしている最中です。当然なかなか今まで他社さんにですね、会ってうちにはなかったゾーンがあるんですけども、そこに対してもですね、積極的に商品出していきたいと思ってます。はい、はい、ではありがとうございました。パナソニックさんでした。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。